はい、おはようございます。世界最高等教育チャンネルカリフォルニア仙人の時空です。この地球、創造主そのものが地球に降臨。巨大な竜ですね。私の描いた、ここからまず何度もお見せしてますが、竜はこちらにもこちらにも反転させるとフェニックス、鳳凰。カメ、まあ、その巨大な竜の上にカメが乗っているとありますよね。カメはこう、カメの行進。カメはこっちにもいますね。で、亀は何に反応するかというと、やはり乳首なんですね。この、これも乳首の形ですね、を頭にこう抱えたこの人の顔、その消化体に一度前に紹介してると思うんだけど、角度をちょっとね、ピシッと決めていこうと。消化体ですね、このお顔の。それからですね、インド、このゴリラの指す方向に、このサイのアラビア半島なんですけど、これ実はこうするとここにも竜がいるんですね。これは西洋の竜。このこれをお顔と見るとミニシュナウザーのような、それからこのヨーロッパ全体が羽となるんですね。西洋の竜なんですね。これがこの竜の顔の目はメディナとなります。この首元にチグリス・ユーフラテス、それからこの首筋にこのカスピ海 の、 この山脈、これがずっと背骨となるこのヒマラヤへとつながってきますね。でこの竜の頭に乗ってるのが大きな鳥。これ鳥なんですね。ここはくちばしで、でそれからこの鳥の目がこのマウントケニアですね。ここにこれがこっちはキリマンジャロ。
巨大な鳥で、それからヨーロッパを単体で、単体というか大きな亀だと、これもまた竜、頭で前足で、こちらが後ろ足、全体合わせて竜となるんですね。つまり私、創造主、創造、この地球を作った張本人